ドロンド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 ン新橋にやってきたよ。間違えた、有楽町やばい、 50% で間違えた。さあ、本日はですね、有楽町ということで新装初日のいい花の刑事歌舞伎一点をうちにやってまいりました。シダには1ヶ月ぐらい前に行ったので多少は覚えてると思うんですけども、行く分ババアなんで、あのね、お金入れてたら結構覚えてるんですけど、シダがお金かかってないのであんま覚えてないかもしれないですけど、新しい刑事でね、今日ね、隣にね、友達の玉木舞ちゃんがいるのでちょっと心強いので、それでは行ってきます。ドロンド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 ン、今日はいっぱい出てください。野巻子、はい、じゃ あ打っていこうと思うんですけども、まあカスタムライズだよね。だってああそういうことね、ああそういうことね教えてもらって、先バレオン、先読みチャンスオン、これでいこうと思います。それでは刑事様よろしくお願いいたします。琵琶湖です。これねすごいんだよ、軽い。はい、花の刑事、スマパチの花の刑事 E なんですけども、こちらの大当たり確率319に対してですね、ラスト序列がほぼ 50%、 52. いくつか、2ラウンド通常があるんですよね、47% もね、それがね引いちゃうとどうにもならんっていうのはちょっと手段の時に、結集済みなので319を引いたとしてもいい方を取らないと。で、P と E の違いは、ドア玉のラッキートリガーの入りですよね。E は、初手からラッキートリガーが 40% もあると。ラッキートリガーを引けば、継続率が 87% ですね。で、10% の戦モードを引けば、80% と。だから、2パターンの右打ちがあるということなんで、なんとかね、いいところで、右が全部10ラウンドっていうのがね、やっぱ爆発力っていうのが出玉の塊が出てくるとは思うんですけど、でもまあ両方ね、319っていうのが売りですよね。まあ350なイメージはありましたけど、スマパチってさ、でまあ7月このそのスペックの今お話しましたけど、おおすごいねって感じじゃない。でまあそのスペックのこの緩和が7月から買わされたんですよ。だから7月以降の信頼が、そうね、そのラッキートリガーを割と早めに、早めというか出せるようになりましたというお話なんですけど、まあスロットもね割とその出玉のなんていうんですかね、振り幅がすごい大きいじゃないですか、今のスロットって。パチンコ側はそういうのがあんまりなかったんで、この規制緩和はすごい良かったなとは思うんですけど、そればっかりじゃちょっとやっぱりね、お金追いつかなくなることもあるので、いろんな台が出てきてくれたら私は嬉しいかなと思います。早く叫ばれ来ないかな。来ました、初の先バレが、あの先読み切ってたんで、切ってるんで、ミドル保留行こうな、エキション先読みも出てましたね。歌舞伎揚げか、まあまあこの青でいかないと思うんで、
や、琵琶湖の言うことを聞いてくれよ。ここまで行ったよ。一番強いリーチなんですよ。そう、このボタン5はデフォルトだった気がします。ボタンどっか行ってんけど、19,500円、1が当たりました。嬉しい。さあ、私も右の 50% 取れてますように。1やしね、入る気する。2種類あって、そりゃそう。突破して。頑張ろう。素晴らしい。それでわがままやな。6連で文句言ってて、ザンホリューで当たりました。この人ザンホリュー当たったらどうなんやろう。そうか、いや、バレてもなくて、たまちゃんのザンホリューに結構切れてたら、いいリーチ来ました。いや、バレてないんだよ、それがめっちゃ気になるけど、バレだけが全てじゃないぞ。あ、行きがけに戻りましたね。120ジャストやからかな。まあいいよ。ボタンまたどっかポン蹴りましたね。ザンホリューだけがパチンコじゃないんだ。よし、ソントシ23で、あれですよね、バレなしなので、どう思いますかね。じゃあ今度はこっちで
69回転。守る押せ。15点くれました。20、30、39点。多分これゾロ目とかやったらいいんじゃないかな。5、4、5、6、7、69点。多分70から金だと思うんですけど、でもバレてないからラッシュじゃないのこれ。はい、よし、で多分この後にフリーズすればあの 40%。 あ、来た来た来た。で4種類あるんですけど、ニューギーさんはね、これがすごいなんかおすすめって言ってましたけど、ちょっとあのね、昔の歴代の刑事が演出が流れるんですよ。アホレが話にならないんで、赤字赤字赤字、おお短いね。赤になれって。じ、じ、赤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 、あー黒字。よし、よかった、ありがとう、ありがとう。マジで1回ってかスルーすんのほんまに嫌やから。ええ、見て見て見て、保留連だ。嬉しい。2回転でしたね。じゃあこの新一掛けしてみましょう。刺され、あー刺さらず。アニメの刺さった刺さった刺さった、もうめっちゃ金やで。やり刺さるかどうかの戦いなんかな。はい、あ、おお、めっちゃ楽しい。おお、あ、なるほど、結構サイレント変動してんな。わからんまま当たった。これですね、歴代の、
なんかいい音だった。あ、季節の音がする。あ、キン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 、季節の音がしましたね。入賞した瞬間に季節の音がしました。2010年やって、はい、へー、まあ、おしらでもう一回もう一周行こうと思います。2010年は愛だってよ。ザンとか結構打ってた気がするんだけどな。愛はあんまり打てないな。2010年、14年前か。懐かしいですね。いい音。あ、そう、緑緑緑赤。まあテンパでしょ。テンパは確定してますよね。あ、これあれだ、泣いちゃい、あのお松のやつだ。これがザーンは売ってました。これテロップは白赤とかあんのかな。わらいわらい、なくなくな、わらいわらい、よっしゃい。あー、懐かしい。わあ、ダブル V。 ああ、いい笑顔。ホリオレンってことだよね、要はね。あかん、テンパ一緒や。あ、違う違う。黒持ちやけど。ここだ、やったー、間に合ったー。あ、リーチなんだ。2009年、あ、あった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 、めっちゃ、あー、なんか投稿ばかり。あー、気持ちいい。夢やないやろか。夢じゃない。おお、金が揃って3や。2010年、お、カン、よしよしよし。歴代のリーチがいろいろ見れる。やっぱりこのヴィンテージいいよね。まあ、その頃何やってたかとかはあんま覚えてないですけど、あー、あったあったみたいな。2015年、新花の刑事。覚えてない、これ覚えてないな。やっぱザンは覚えてたな。早い。ゼロ。わあ。ゼロじゃなかったんや。じゃあ入れてみます？カスタマイズ。これは間に合ってないな。多分これは該当しないと思うんですけど、どうでしょうか。あー、こっち、うん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 、そうそうそう、あった、これはめっちゃ覚えてる覚えてる。はい、よいしょ、いい。
あった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 。これはあの先読み来てるんで、あ、あ、あ、この音も今キセルの音だったんやけどな。デレ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 って、テロップ後ろですけど3点牌どうですか。当たれ、あ、当たるな。先読みなくても当たりました。どうなんだろう。外れんのかい。できてるよねカスタマイズ。あ、な、長い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 。喉乾くわ、喉乾くわ。これでやってみようか。新しいケージ。めっちゃ使う。なんか違う。歌舞伎オンステージや。これにしよう。お、来た。あら、あら、あら。よし、よし。たまちゃんのおかげです。ありがとう。友達来たやつはちょっと偉いんじゃないの。あ、ピンクだ。走ってるからどっかで連絡引いてますよね。あの、あ、と。まあ、さあ、なんだかんだ19年。お、来た。さあ、先読みチャンスの3回目。ハルロスじゃん。でも嫌だな。あ、やっぱ当たんだ。3の3ですね。先読み20連できました。やっぱ当たるな、先読み入ると。阪神タイガースですよ。どうしたらいいの。係数ボタンを押して、はい、2万5000発以下にしてくださいってさ。頑張れ。どこら
ああ終わってしまいました。3万発一撃。嬉しい。当たるかと思ったけどね。ありがとう。さ、サンガリ、サンガリ、サンガリ。気持ちいい。これ白こと突入書いて当たりとかないの。ね、十字 V とかやったら当たりだよね。ピンク歌舞伎揚げしかくれないのかよ。小学生やるまい。なんかおお、おお、かぶいてソウルいっぱいくれる。これは当たったんじゃないかな。セールなかったな。3転敗どうでしょう。くるくるがどうなるかよね。でも金でこの歌舞伎もくれたからな、当たってると思うんやけどな。あはは、両方ダメやった。これで、これがこれのせいで外れてた。やっぱこれいらんよな。ふざけんなよマジで。やっぱあのくるくるないとあかんのかなと思って。これはやばいよ、やばい気する。いやそんなとこないか。隣の人シール外れて当たったこと、当たったこと。あ、引いちゃった。これ多分600分の1ぐらいの小当たりです。でもこっからもないか、ないわな。めっちゃ鳴るけどめっちゃ当たらんだやなこれ。まあそっちの方が楽しくていいわな。ありがとう、ありがとう。よく頑張って、よく頑張ってくれてるよ君は。やっぱ気持ちいいね、バレ。秋バレとレアがマジか。あーマジか。そうだね、そうだね。はい。うん、オッケー。最後のなりです。あ、あ、先読んでる。まあ切ったんですけど。
大詰め残ったまんまやな。これ落ちなかったら激アツよね。まあ、落ちるんですけど。戻ってこい。はい。ありがとうございました。でも余裕の勝利です。ドロンド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 ン、はい、実戦終了しました。ご視聴ありがとうございます。久しぶりに、勝ちました。でもうるせえやつらも勝ったんで、信頼実戦いいんじゃないか説が今ちょっと出ております。さあ、信頼初日の花の刑事でしたけども、やっぱりラッキートリガーというか、あっちのバーストの方は玉が出るなっていう印象はありました。隣の玉ちゃんも最初15連次8連かなとか、なんかそんな感じで、友達も勝って私も勝って非常に有意義な一日ではございましたが、そうね、結局バレーが6の1ぐらいなのかな、多分7の1とかそんな感じではあったんですけど、バレがない当たりがまあラッシュなんじゃないかな説がちょっと出てきてるんで、ちょっと打ち込んでからもう一回ケージ、打とうと思ってますので、その時にエース面とかライターらしき発言をしていきたいと思っております。で、まあケージそうね、今後割とホールのメイン機種になると思うんですけど、まあ 52%、まあ、言ったら 50%50% なんで、319の2回までとか、そうね、50%が2回までみたいな、バレー3回までとか、そんな感じで決め打ちで打っていただけるのが一番ケージとのいい付き合い方なんじゃないかなと思いました。じゃあ次回、また玉になるかどうか分かんないですけども、頑張っていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価、通知お願いいたします。今日は噛まなかったので、やっぱり目覚め大事。帰ります。ありがとうございました。ドロンド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 ン、腰痛い、ちょっと待って、すぐ体勢戻します。よし。